どうもしないわ。どうもしない。なんかちょっと話したそうだったね、榊さん。それはユージが基本的に鈍感なだけよ。どうなの？榊さんにちょっとは興味出たの？あるからそんな思わせぶりな態度をとってるのかと思ったのよ。あえて踏み込まず、榊さんからやってくるのを待つというか。あらやだ、私はしないわよ、そんなこと。やるならもっと直接攻撃の方が性に合ってるわ。半分は天然で言ってるんだろうけど、ユージって時々本当に引っ叩きたくなるわね。にしてもさ、榊さんって本当に何してんだろうね。誰にもほとんど関わらず一人でいるし、辛くならないのかな。はい、では今日はこれで終わります。キリーツ。またあなたなの？別に悪いと責めているわけじゃないけど、私が決めることじゃないわ。ねえ、ひょっとして立ったまま寝ているの？あなた何も言わないから寝ているのかと思ったわ。別にいいわ、そんなことしなくても。よくここには来るのかしら。前にもここで会ったじゃないの。あなたが？らしくないわ。そう、それは私に向かって聞いてるの？あなた聞かないのね。私が休みの日に外で何をしているのかを。ああやって早朝から出て行ったら何をしているのか聞こうとするものじゃないかしら。でもそれから一切聞こうとしなかったじゃない。
何でもないわ。部屋に戻るわ。あなた変わってるわね、本当に。それじゃ。